あと、タイは、そっかそっか、ライブ来る子いるのか、タイに。タイにライブに見に来る時のおすすめは、バイタクって言ってバイクタクシーっていう、知らないタイ人の、原付のケツに乗るっていう、移動手段があるんだけど、本当に死ぬほど安い券使った方がいい。ちなみに現地の日本人はガチでバイタク誰も乗ってない。なんか日本人ってそういう、なんか安全を大事にするっぽくて、みんな車乗るらしいっちゃけど、タイって常に渋滞しちゃうけん。本当にすごいよ。本当に車で行くと1時間かかる道がバイタクやったら20分で作っちゃう。ただバイタクはマジで 5% ぐらいで死ぬ。うん。5% ぐらいはあると思う。普通に運転マジ荒いし、道路交通法すべてしかとしとうし、マジヘルメットとかもつけてないし、バイタクの怖いところは、当たりと外れが激しいっちゃうね。で、外れのバイタク引くと、バイクミラーとかついてないけん。これ、ガチやけん。俺、一回マジで震えたのは、すごい速度で走っとバイタクパって前見たらミラーついてなかったことっちゃう。で、そいつ一度も振り返らずに車線変更するっちゃう。ガチで怖いけん。俺、それ乗っとう時だけで死んだと思ったもんね。マジ自信あるっちゃう。で、なんかタイのバイタクってみんなボアップしとって、改造しとうけん、80とか出るけん。一番乗っとうときは全然75から80で走るけん。そうそうそう。ちなみに、めちゃくちゃ面白い。それを楽しめる人間がタイ向いと、俺たちはみんなバイタク乗っとうけん、ちなみに。え、なんか、PV の撮影現場とかにバイタク5台で行くと、撮影のタイ人のスタッフがびっくりしとった。あ、バイタクで来るんだ、このアーティスト。バイタクなんだ。バイタクどこを見たら当たり。バイタクは呼ぶときに、まず、なんか乗ってくるバイクの車種が分かるっちゃけど、PCX やったら当たり、ウェーブやったら外れ。ガチこの二つしかない。で、ホンダクリックは普通。これ俺らバイタクガチャって呼んでおったっちゃけど、ウェーブが来ると、あ、やばい可能性あるなっていう。ウェーブは本当に ミラーがなかったり、ミラーがなかったり、二血用の持ち手がなかったりする。そう。二血用の持ち手ないときマジ必死やけん。目の前のタイ人のおじちゃんの腰持つのプライドに反するけん。俺、なんか、シートのこことかをこうやって握って、俺指爆発するかと思った。そう。でも PCX はガチででかい。本当に。めっちゃ、ほとんどビッグスクーターみたいな感じ。ちょっと汗臭い時ある。あと俺怖かったのは、なんか高速みたいなとこを逆走し始めた時も俺は死ぬかと思ったね。高速の上り口みたいなとこのカーブをブイーンって登った時点で、なんかブレーキ踏んだっちゃう。で、こんなとこで止まったら死ぬぞと思って。したら、なんかゆっくり向き変え出して、反対に行こうとするっちゃけど、カーブ開けやけん、こっちから来る車は見えてないわけ。俺たちのこと。俺たちのこと、カーブから出たら、反対向きの二欠の現車がおるけん、車もこうやってかわしていくわけよ。みたいな。クラクションとか鳴らされながら。端をよろよろ行って、マジで死ぬかと思った、あの時。怖かったな。でも帰り道バイタク呼んどっちゃう、また。うん。でも結局タクシーで待つのめんどくせえし、バイタク呼ぼうとけ。結局バイタク呼ぶ。結構事故はあるけど。まあでも、そう。そう、安くて早いならそれがいいわってなってしまうやろ。わかるわ。あ、そう、誤欠しとうときあるよ。ん？お父さんとお母さんが乗っとって、で、ハンドル握ったやつの胸に一人こうやって抱きついとっちゃう。で、ママが一人おんぶしとうと。で、パパの、原付きの足の間にもう一人おる。そう。ガチですごい、普通に。すごい、それで誤欠。男のメンヘラってどうやったら治るの？男のメンヘラはキモいって思った方がいいよ。自分で。男のメンヘラ気持ち悪いって思った方がいい、やっぱ。そう。それを思わない治らんやろ。俺は男のメンヘラ死ぬほどキモいと思ってるからな。そう。まずは男のメンヘラを嫌いになることを始めた方がいい。俺男のメンヘラマジで嫌い。その、女の子のさ、がさ、こうなんかちょっとメンヘラこじらせてしまっととかなったらさ、まあ別に女の子のメンヘラは、こう最悪仲良くしたらセックスできるしなってなるやん。でも男のメンヘラってメンヘラなのにセックスもできんじゃけ、なるこいつってなるやんね。意味わからんじゃけどってなる。システムが理解できてない。なんか、ようわからんじゃん。やけん、直した方がいいと思う。マジで。それいや、でも別にこれってもうなんかもう、そう、許してくれ。でも別に、実際本人に嫌な気持ち与えと、与えんように頑張っとうけん、俺。その、セックスしたいなと思っとうけど、それをサドラレーン方がかっこいいと思っとうけん、相手に不快感を与えないようにクソ頑張っとう。やけん許して。そう。配信ではこう言いようけど、実際会ったらマジペコペコしとうけん、お前らと一緒って。そうそう、やけん許してくれ。頼むわ。女の子のメンヘラの方がやけん俺は好き。そう。男のメンヘラよりもな。いかんです。オニアさんの視聴者です。ほんほん。オニアさんがオニアさんのリスペクトしてるとかありますか？リスペクトは一個もしてない。ただ心から好きやね。うん。リスペクトは一個もないよ。うん。でも、心から好き。うん。絶対にああはなりたくないけど、本当に好き。そう。ただ好きの一点張り。これしかない。だからオフラインでもちゃんとオニアなんだもん。オフラインはやっぱ動画外でもオニアなのが、もう美しすぎるところね。あまりにも美しい。生き物として。
お兄ちゃんはやっぱ完成されたよね、あれは。かけがえないでしょ。さ、結局バロとかでもそうじゃん。他に替えがきかんキャラが強いわけや。全部のスキルを止めれる KO が強かったりさ。じゃあ、これ圧倒的に火力があるジェットが強かったりさ。で、やっぱ、その他と替えがきかんやっぱ強いキャラが、ね。そうそう。大事にされるわけやんね。おいおい、オニアが裏で AV 賞と FX やってて、チェンジをしてた。ガチ恋が AV 賞に閉じてた。AV 賞と FX。何やその締め方。何ですって言ってた。面白い。平和じゃん。オニちゃんってそういうのでプチ炎上するんだ。俺めっちゃ意外だったわ。オニアはその後の釈明配信で焦ってた。あ、焦ったりもするんや。結構多いんだ。へえ、そうなんや。面白い。あれやっぱ魅力あるよね。え、わかるわかる気持ち。そっか、でも女の子だったらやっぱガチでハマっちゃう子もいるよな。魅力あるもんな。人としての最低限のマナーが欠落しそうとかあるね。え、けど、かと思えばめちゃくちゃ気遣ったりするやん。そこがやっぱいいとこよね。オニちゃんも。ね、そうやっぱ、すげえ意味わからんことしそうと思いきや、なんか突然すごい気遣ったりするやん。ね、あそこのバランスが好きやわ、なんか。なんか今日顔疲れてないあいつもかね。そう。なんか最近すげえ言われるわ、顔疲れてないかって。なんかめっちゃお前ら心配してくれるけど、なんか、そう、めっちゃ嬉しいし、超ありがたいんだけど、顔疲れてねって言われると、俺、笑顔作ろうとしてしまうじゃん。そう、俺、パッシブで、俺のパッシブスキルで。それ言われると、笑顔作らな、みたいな。じゃあ笑顔作らな、みたいな気持ちになってしまう。そう。いや、別に無理しとうわけではないっちゃうけどね、正直。これなんか、俺の配信のモチベをあんま誤解されたくないのが、俺、疲れとうけん配信するわけで、疲れとうけど配信しとうわけじゃないっちゃん。心の差ってめっちゃでかくない？疲れとけん、あ、ちょ、誰かし、だらだら喋りてー、みたいな気分でパッて配信つけとうわけよ。やけん、喋っとうとき顔疲れとうけど、心安定しとっちゃう。そう。やけん、そうそうそう。大丈夫よ。疲れ切った後やけん、そう、顔は疲れとっちゃうけど、心は潤っとうけん、大丈夫よ。お前ら喋っとう時間マジでガス抜きやけん。ああ、全然いい全然いい。まあでもそう見えるよな。しょうがないよな。だって俺別に配信せんとき配信せんくない？そう、お互いにストレス発散、そう。ウィンウィンでよくね。お前らがストレス発散になってるならいいわ。じゃあラストは別に好きにしてくれていいよ。面白い嵐俺大好きやけん。だからもうなんか嵐と人ってあんま面白くない人が多いやん。マジで面白いか面白くないかだけでめちゃくちゃ判断してしまうけん。面白くないけん嵐のもったいなくない？だから面白いやつらが教えてあげればいいやん。面白いコメントの仕方を。雰囲気バズったか女の人増えた。あー確かにね。ああまあでもやっぱこう、やっぱうちのファンとかリスナーの、なんかこのうちのファンの子ね、ペゼン側のね、ファンの子はやっぱこう相談したいとか、ね、こうやっぱ聞きたいとかあるけど、お前ら野郎ばっかが多いけどさ、やっぱね、そういうのってやっぱちょっと苦しいなってなってしまったりするっちゃろ。俺も正直、表に出てなかったらそうなる気持ちはよくわかるっちゃろ。だけど俺お前らどっちの気持ちもわかるけん、こうなんかね、うまい具合にね、金を見つけれたらいいなとは常に思っとっちゃうけどさ。